おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よしひとです。本日の提供は、学びはあなたを飛行機よりも遠くに運んでくれる楽読スクールで人生を変える第一歩を、沖縄裏添えスクールの戸泣修さんとメンさんの提供でお送りいたします。えー、こちらの沖縄の裏添えスクールというのは、速読スクールになっておりますので、興味がある方は URL の方からチェックしてみてください。 はい。えー、っとですね。皆さんに謝んなきゃいけないことがあります。えー、昨日、おとといからかな。告知をさせていただいております。焼肉マフィアの3月29日火曜日のイベント、g o t o マフィアキャンペーンね。このキャンペーンの企画自体は合ってるんですよ。距離キログラムといって、移動距離のキログラムを食べられるお肉の量にするっていうですね。 キャンペーンだからえっと福岡から来たら881キロなので881、えー、グラムの、えー、お肉が食べられるよとか沖縄だったら15 1500キロなので1.5キロ食べられますみたいなねもちろんあの食べきれなかったらあのあのそれで終わりにな,な,なるんですけどでこれ合ってるし、えー、時間も三分制なのも合ってるんですけど価格が2万9000円ではなく1万円でやります これね、もともと肉の日イベントって言って、毎月29日はね、2万9000のイベントを毎月やってたんですよ。これまでね。なので、僕もそのまま2万9000って言っちゃったんですけれども、今回は距離キログラムなので、えー、っと、1万円で、えー、っと、その距離食べられるようにすると、やっと赤字になるので、えー、っと、赤字になるように今回やるっていうのが僕のテーマなので、赤字になるようになるっていうイベントってもう意味がわかんないんですけど、あのー、マンボウ開けてね、 せっかくやっと移動できるっていう方に、えっ、ー、と、私たちの方から、あのー、サービスをしたいっていうのが今回のね、1日限りのイベントになっているので、2万9000円だとね、結構食べないと赤字にならないんですよ。 うん、だからまあ、すごく食べる人だったらちゃんと赤字にしてくれるんですけどね。なので <laughs>、言うと理由がよくわかんないと思うんですけど、あのー、いい顔をしたい、えー、好感度を上げたいっていうのが今回の、えー、イベントの目的になっておりますので、えー、価格1万円なのに、 えー、距離に合わせて食べられるというですね、とんでもない企画になってるよというご報告でございます。えー、予約は3部制のなのになっているので、第1部の11時から13時か、第2部の17時から19時か、第3部の20時から22時の中からお選びください。お待ちしております。価格1万円、距離の分だけお肉が食べ放題、ちゃんと尾崎牛でございます。お待ちしてます。 はい、今日はですね、えー、っと有料放送のプレミアムリスナーの方ではやっていることがよくあるんですけど、えー、鴨頭の人とが現在取り組んでいる現在進行形のプログラムについての報告会になります。 僕はですね、新規事業をこの1年ちょっとの間に2もう7個になったかな ?27 個ぐらい立ち上げています。<laughs> ね。まあもちろん焼肉マフィアとかも新規事業の一つだったりするし、今度ね、えー、パーソナルジムの方ももうすぐオープンするんですけれども、まあそういうね、完全に新しい僕にとって初めての業界のこともありますが、一番やっぱり打ち手が多いのは自分の専門領域である講座やセミナーの え、リリースが一番多いです。もちろんね、最近でも大人気講座になっているオンラインで受けられる、えー、コミュニケーションの学校とか、あと昨日開催されたばかりの、えー、表現力の学校。この表現力の学校の方も、えー、動画を編集し終わったら、えー、まだね、え、買えなかった、って間に合わなかった、知らなかったっていう方も購入できるようになるんですけど、まあ、そんな風にね、たくさんの講座を生み出してきました。で、僕、講座作りにはむちゃくちゃ自信があります。えー えー、その辺のパクリだけじゃなくって、もっと深掘りしたものや、まあ、なんといっても僕の実体験を入れて講座を作っているっていうのが、あの、強みなので、えー、そういうものに関してどん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 良いものを、えー、リリースしていこうと思っている中、いよいよ、鴨頭嘉人人人生の集大成という講座をリリースする、やっと構想ができて、こっから、 作り始めますという報告でございます。まだできておりません。で、えー、この内容ですね、あんまり短く説明するの難しいんですけれども、今日の段階としては、えー、まず結論から言うと、鴨頭嘉人よしひとの、なりたい自分になる習慣化プログラムをリリースしようと思っていますあ。これね、今までやっぱり僕の講座を受けに来てくれている人、 のヒアリング、インタビューをさせてもらっていると、えー、カモ、カモさんの講座を受けて、受けに来る理由っていうのは、大きく分けると二つあるということが分かっていて、で、一つは、講座なので、学んで成長したいです。そゃそうですよね。話し方の学校だったら、話し方を学んで、話せるようになりたいとかね。コミュニケーションの学校だったら、コミュニケーションがね、悩みが減らしたいとか、ビジネス実践塾2デーズだったら、ビジネスで新しい打ち手を手に入れて、 売上を上上ををげげたたいいととかか利益を上げたいとかですよねだから学んで成長したらこれは当たり前です。ただもう一個あるんそれは何でかっていうと、カモさんに会ってエネルギーをもらって、カモさんのようにパワフルになりたい。 これパワフルっていうのは、うんと強いっていうイメージもあるし、もしかしたら人によってはこう受け入れる力とか受容力っていうふうなイメージを持っている人もいるらしいんですけれども、少なくとも今の自分よりワンランク、自分のステージを上げたいと。そのためにカモさんを使いたいと思ってもらえてる。これとっても僕は嬉しくて、カモ頭よし人をツールとしてたくさんの人に使ってもらえたらこんなに嬉しいことはないんですよね。 だから、学んで成長するもあるが、カモさんを使って自分の、まあ、レベルアップ、ステージアップ、人生を良くしたいと思ってもらえることが嬉しくて嬉しくてたまらなくて。でも、そういうプログラムが今までなかったんですよ。実は何度もチャレンジしてます。何度もそういうものを作りたいと思って。 で、えー、ごくごく一部ではその講座もありました。例えば、鴨塾とかもその一つだったり、自己信頼というテーマでね、作ったりとか、あるのはあるんですけど、もう、すべてが入ったフルパッケージ、もうこれを受ければ、鴨頭がよし人のようになれると。この、のようには人それぞれちょっとイメージ違うんですけど、まあ、言葉にあえてするならば、いくつになってもやりたいことに全力で生きき、 ているパワフルな存在鴨頭ですねそういうふうに自分もなりたいという人にとってもうこれ以上ないという習慣化のプログラムですやっぱり習慣化なんだという結論ですまあこれはですね僕だけでは生み出すことができなくってもう半年前からコンサルを受けています え、株式会社改善プラットフォームというね、日本のトップのコンサルタント会社にもう半年間コンサルを受けていて、まあ、しかもそのコンサルチームの中にはトップ代表取締役の、えー、須藤健さんにも入っていただいて、ガチガチに深掘りしたものを今作っておりますので、超期待していただいていいと思っています。 で、今日は全部はもちろん報告できないし、まだ作り始めなんですけれども、今のところ5ステップになりそうだなと。この習慣化プログラムって、サイクルで回っていかなきゃいけないので、ステップになっています。えー、それをちょっとだけね、今先出しすると、1、理想を具体化する。2、理想を先に実現している人に会いに行く。3、目標とアクションプランを書き込み毎日見る。4、 アクションを実行し、シェアする。5、振り返りをし、改善を繰り返す。ですね。で、今日はまあ、もちろん全部喋れないんで、まず1と2だけ言うと、1、1はね、あの、理想を具体化するなので、まあ、もうこれはもうね、えっ、ー、と、ボイスでも喋ったことあるかもしれないです。目標設定の技術、スマートというね、 え、もう具体的にとか、た、あの、ちゃんと期限を切ってとか、必ず評価できるように数値化してっていう。これは僕はね、これはもともとマクドナルドの時からずっと使っていた技術で、これはもともと世の中にありますので、バチバチにこの目標設定をやると。えしかも、目標設定私苦手ですって方も多分プログラムに入ってくると思うので、その方には目標設定の仕方についてのフォローアップのコンサルティングもやろうと思っております。で、今日言いたいの2番ですね。 理想を先に実現している人に会いに行く。まあ、これはね、これまでの日本とかアメリカから輸入された自己啓発にはない新しいステップ。 もう、鴨頭義人の実体験からメソッド化されるものになって、オリジナリティのあるものになっています。で、なんでここ僕重要だと思ってるかっていうと、えー、っと、なんかやりたいことが生まれたら、どうやってやったらいいかわからないっていう現象に陥ることは多いと思うんですよ。特に理想が高ければ高いほど、やり方わかんないと。どうやったらいいかわかんないと。で、この時に一番危険なのは、ググることなんですよ。ここでググっちゃダメなんですよ。 ググったらいっぱい答え来るんですけど、その答えはみんな、あなたのやる気をそぐ情報ばかりなんですよ。ね講演家になるな、ほうほうとか言ったらな、そんなのは一部の人しかなれないみたいだったりとか、うん、そんな風に、もうネガティブな情報の方が圧倒的に多いんですよ。もう今やインフルエンサーや YouTuber まで、もう現実はそんなに甘くないよって、日本はもうどんどんダメになるんだよ。えー、これは君のせいじゃないよ。 君が悪いんじゃなくて国が悪いんだよみたいなことを平気で言ってる人がバンバン稼いでたりするんですよ。要は発信者だけが美味しいところを持っていって、情報を取る人が本当に辛い気持ちになったり暗い気持ちになったり、未来に諦めようとするような情報ばっかりになってるんで、ググっちゃダメなんですよ。多くの人がググってるんですよ。違います。理想を先に実現している人に会いに行くんです。 僕はそればっかりやってきたんですよ。講演家になりたい。でもなり方がわかんないって言ったら、とにかく、群れてる講演家に会いに行って、懇親会があったら必ず予約して、一番近くにもう席を取って、どうやったらなれますかって聞きまくるし、本を出したいと思った時も、すでに本を出してる人に、どうやったら本出せますかって聞きに行ったら、あ、本なんて企画書持って行って、出版社で、えー、プレゼンすれば出るよって、出してる人は言うんですよ。 でもね、インターネットでは諦めた人がいっぱい情報を書いてるんですよ。そんなの無理だって言うんですよ。その方が自分のポジションが守れるんですよ。だから自分の理想先に実現している人に会いに行って、その人の意見を自分のアクションプランに入れるんです。3番目標とアクションプランを書き込む。 に繋がります。多くの場合、一番、理想を思い描いたらすぐに目標を書いちゃうんですよ。で、アクションプランの書き方が分かんない時にググっちゃうんですよ。ダメ。その間に、理想を先に実現してる人に会いに行くっていう、もうこれが一番重要。僕は11年間ずっとずっとやってます。 もう最近だったら、ホリエさんだったりとか、西野さんだったりとかね。そういう人に会いに行って、教えてくださいってやってるんですよ。もうもっと言っていいですか僕はね、年下の人から教えを請うプロだと思っています。もちろん、年齢が上の人にも教えてもらいますが、関係ないんですよ。理想を先に実現している人いるんですよ、世の中には。その人に会いに行って教わる。もちろん、会いに行くためには、お土産を持っていかなきゃいけないです。 それについてもこのプログラムの中で提供しようと思っております。なので、えー、今日はですね、期待していてくださいという放送でございます。えー、それでは、今日という一日が皆さんとって最高な一日になりますように、せーの、いいね、えー。何ヶ月もかかる。はい、今ね、放送の中で最後言い切れなくて消えちゃったと思うんですけど、このプログラム作るのね、 多分あ、多分ていうか、ま、数ヶ月かかりますね。それなんでかっていうと、もちろん、腰、方向性とかは全部決まりました。イメージも湧きました。えー、かなりね、すごいプログラムになりそうです。えー、もう、まあ、ちょっとだけ先出しするとトークンを入れて、モチベーションが続くような仕組みにしてみたりとか、えー、メンバーを組んでシェアするときに、やっぱりちょっとこう、恥ずかしいとかね。 照れ、うん、があるような状態だとシェアがねちょっと下がってしまうのでそれを。 メタバースの仕組みを導入してやってみようとかっていうふうに、かなり最新のテクノロジーも導入したものになるので、えー、この辺のこう、プログラムの開発とかも入ってくるので、ちょっと時間はかかると思いますのでね。えー、っと、すぐに受けたいですとかあるかもしれませんけど、ちょっとお待ちいただければというふうに思っております。ただね、興味ありますっていう方はぜひコメント欄の方にね、あの、パワフルな人生を送るための習慣化プログラム、興味ありますっていう方は、コメント欄に興味ありますっていう一言だけでいいので書いていただけると、あ、やっぱり作ろうとかね。 あ、あまりにずないだなとか、そういうのも判断しながらやっていこうと思っておりますので、えー、ぜひよろしくお願いいたします。えー、最後にお知らせでございます。 えーっとですね、話し方の学校の入学体験講座、えー、たくさんやっております。東京と大阪と宮城を開催しております。これね、現地で、えー、体験講座を受けることもできるし、ズームでも受講できますので、日程や時間の方、場所の方は、えー、URL 貼っておきますので、そちらでチェックしてみてください。はい、そしてもう一つですね、えー、鴨頭ガシラヨのビジネスのやり方についてグッ 具体的に実践する方法もね、具体例がめちゃくちゃ多いと評判の講座、ビジネス実践塾 2days でございます、えー。初の大阪開催、4月の15、16、金曜日と土曜日の2日間になっています。 今回初の試みとして、社長さんだけじゃなくて、社員さんを連れて参加すると、社員さんの分はかなりお得な価格で受けられるというですね、会社チーム割みたいなものがありますので、そちらの方もページの方に貼っておきますので、ぜひぜひチェックして利用してください。